なんでそんな焦ってるの？なぜちゃん？ねえ、大輔さん。はい。悩みを聞いて。なんだ？どうしよう、これ。よいしょ。ワンピース今日どっちにするか全然決まんない。え？大輔さんこれじゃん。そうだね。どっちも合っちゃうじゃん。どうしよう。これじゃない？そっち？うん。俺のほら注文しててまだ届いてないオーダースーツと、うん、合わせた時、あ、待てよ、あれ？え？カモン。はい。ちょっと悩む。お願い来て。来てる来てる。こっちか。ちょっとさ、はい、今日さ、嫁にどの服着せようか悩んでるんだけどさ、どれがいいと思う？どうしよう。迷うよ。どっちも合うの。そうだね。どっちも合うの。六。六。はいさい、ちゃんまりです。先日友人の結婚式に出席するための準備の Vlog を出しましたが、今日はいよいよ結婚式当日です。久しぶりの結婚式にウキウキの私たち夫婦のこだわりのお呼ばれコーデとちょっと変わった沖縄の結婚式の様子をお楽しみください。それではどうぞ。結局あれから20分ぐらい悩んでこっちにした。可愛いでしょこれ。ネックレスもこれ合わせようと思って。これね、着た後の方がもっと何良さが伝わると思うから、ちょっとまたヘアメイク終わって着替えてから楽しみにしててね。今日ね、結婚式呼んでくれたお友達はもともとね、モデルさんをやってた子なのね。で、私と大輔さん沖縄来たばっかりの時は2人で、私がヘアメイク、大輔さんがカメラマンでフォトスタジオをやってて、その時にもうずっとモデルをやってもらってた子なのよ。で、沖縄来てすぐから、本当に結構すぐからね、つながってモデルやってもらってたから7年ぐらいの付き合いになるのかな。もう、え、早いな。私もう沖縄に7年もいるんだ。なんかさ、この結婚式のお呼ばれした時ってさ、こうやってメイクしたりとか、その前にああやってお呼ばれのワンピース選んでる時から楽しいよね。ウキウキするよね。やっぱ非日常じゃん、こんなおめかしするなんてさ。花嫁さん側はもうそれどころじゃないぐらい大変だと思うんだけどね。よいしょ。で、今からね、ちょっとヘアセットをね、やっていくんだけど、あ、ドレス着ました。またちょっとこれ全身は後で見せます。で、そう、ヘアセットをしていくんだけどね、私、こういうワンピースを着たらすごくやりたかったことがあって、フィンガーウェーブがやりたいのね。こういう感じで。え、めっちゃ上手にできたじゃん、私これ。見て見て、やば、自画自賛するけど、マジでこれ髪型天才だと思う。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、いい感じ。テンション上がってきたー。大輔さん、おー、びっくりした。見て、え、超可愛くできたことない？すっげえ、めっちゃレトロでいいでしょ。これあれじゃない、なんだっけ、言わないでよ。フィンガーなんちゃら、フィンガーオブジアース。違う、大丈夫、カーネルサンダース。違うよ、それ結構いいじゃん。フィンガーウェーブ。あ、フィンガーウェーブだ、それそれそれ。うわ、早くこの美女乗せてオープンカーで走りて、早く服着て。そうだな、全部でいる場合じゃない。見て、ご祝儀袋可愛くない？これ、うん、フランフランで買った。フランフランね、なんか可愛いご祝儀袋いろいろあるんだよね。私さ、ここに名前書くのがめちゃくちゃ苦手でさ、字汚いから、いつもね、なんかこういうここにこう乗せると透かして綺麗に書けるよみたいなね、このアプリを使ってる。やばい、めっちゃ緊張する、手震える。そういえば沖縄ってさ、ご祝儀もちょっと変わっててさ、1人1万円っていうのが普通なのよ。普通その内地の方だとさ、3万円が相場というか、3万円が最低金額みたいな感じあるじゃん。沖縄だと1人1万円で、夫婦で今回呼ばれてるんだけど、夫婦で行くんだったら1人1万円で、2人で2万円、これで OK らしい。本当に大丈夫かなってすごい心配になっちゃう。大丈夫らしいよ。で、バッグはね、これ合わせようと思って。これね、グッチのアウトレットで買ったやつなんだけど、このさ、ブルーがちょっと何、あんまり見かけない感じのくすんだブルーっていうのかな、これ画面越しに伝わるかな。で、この金具とかもね、普通のゴールドでもシルバーでもなくって、なんかシルバーとゴールドの間のなんかシャンパンゴールドみたいな感じで、だからアクセサリーがゴールドでもシルバーでもどっちでも合わせられるみたいな感じなのね。で、持っていくのがまずお財布、
これさ、前なんかの動画で映った時にあのどこのですかって聞かれたことあるんだけど、本当に覚えてないぐらい適当なところで2000円ぐらいで買ったお財布です。 iPhone と比べてこのサイズ感よ。こうこのサイズ感で、しかも小銭入れがね、こうやって開くタイプだからめちゃくちゃ使いやすくて、この使い勝手に勝るものに全然出会えなくって、なかなか買い替えられないの。なんかおすすめあったら教えてください。それからハンカチ、お直し用のパウダーとリップ、今日はねこれアンドウルフのちょっと深い赤のやつね、レトロな感じにしたくて。あとね、これがスティック型の美容液、これはクラブっていうとこのやつ、なんか限定だったような気がするんだけど、結構さ、この目元とか、あとこのほうれい線のあたりとかってよれてくるじゃん。そうなった時にこの美容液ちょっと指にとってトントンってやってなじませてからパウダーでねお直しすると、すごいここがふっくらツヤっと綺麗になるから、これはねいつも持ち歩くようにしてる。で、あとはご祝儀、これで私の準備は完璧です。キラーン。サンマー、はーい、どうが、はぁ、めっちゃかっこいい、いい感じ。え、ちょっと待って、もうちょっと明るいとこ来て、明るいとこ、こんな感じ。俺はめっちゃいい、いい感じ。はぁ、はぁ、ちょっと似合ってる、めっちゃ似合う、かっこよすぎる。ちょっと待って、出会った頃のときめきが来た。今日のねファッションのポイントは、うん、まあそうだな、この中に着てるシャツとネクタイ、これかわいいよね。これが新婦の働いてたお店で買ってきた。あ、そうそうそう、あの古着屋さんというかヴィンテージショップだね、あれ。そうそうそう、ヴィンテージショップで、だからこのシャツに合うスーツって感じだね。うん、めちゃくちゃバッチリ着てんじゃん。あー、喜ぶかなと思って。うん、絶対喜ぶよ。レーナーのお店で買ったんだよって言ったら、いいじゃん。え、どう思う、ロック、めっちゃかっこいいよね。たまにはこういうのもいいね。かっこいいって言ってる。うん、グーグーすぎる。お姉さんも美しいよ。はぁ、完璧。いい日だ。生かした車ですね、お兄さん。これに乗っていけるんですか、もしかして。そうそうそう、かっこいいな、うちら今日。今日はかなりイケてるんじゃない。もう生かした女の歩き方するわ今日は。あ、そうだね、完全に。もあの猫背やめなさいよ。はい、気をつけます。はい、イケてる女は遅刻しないはずなんだけど、もう結構時間押してっから。あのね、私それを見越してだいぶ余裕持った時間伝えてるから。あ、そうなの。はい、なんだ、天才じゃん、ダダの。あげるわ、なんか賞。やった、何賞。イグノーベル賞。え、結構な賞もらっちゃった、もしかして。あ、イグノーベルって違うじゃん。イグノーベルって違うじゃん、ちょっと待ってよ。なんかすごいくだらないやつじゃなかったっけ。もういらん、それは。なんとかギリギリ遅刻するかしないかの瀬戸際。なんだよそのパンチライン。ギリギリ遅刻するかしないか。これで、うん、あのホテルに着いてから会場までの道をスムーズに行けたら勝てる。なんだよそれ、結構シビアだぞ。頑張ろう。海があるよ、海。海だね、はい、海だよ。はいはい、雑務。はいはい、もうどうでもいいんだよ海なんて今。そうだね。あ、もう走りにくい、こんな格好で走るもんじゃないよ。あ、疲れた。2分前。あ、そうそう、すごいね、こんな奇跡が起きるか。奇跡っていうか、もう自力だよね。あ、疲れた。よっしゃ。あ、よかった、遅刻せずに済んだ。ということで、ここで私たち夫婦のお呼ばれコーデをご紹介します。まず大輔さんはこのチェック柄のスーツに柄のシャツと柄のネクタイを合わせるっていう、このガチャガチャ感がね、またレトロで可愛いよね。この個性的な組み合わせを着こなせちゃうあたり、大輔さんさすがだなと思った。バッグと靴はグッチで、この差し色の靴下も可愛い。私このコーデドタイプです。続きまして私なんだけど、私のドレスはね、アメリヴィンテージで買いました。ちょっとレトロで個性的なデザインのショップなので、人と被りたくないっていう方におすすめです。ほら、ヘアアレンジめちゃくちゃしっくりきてるでしょ。もう大満足です。ちなみにこのネックレスも、この T ストラップのレトロなパンプスもヴィンテージ。全体的に大正ロマンみたいなレトロさを意識してみました。ネットで買えるものは概要欄にリンク貼っておくので、よかったら見てみてください。めちゃくちゃ急いできたけどさ、うちらより後にいっぱい入ってくる人かな。本当だね。
さあということでね、新郎新婦の入場を待ってるんだけど、沖縄の結婚式だいたい新郎新婦来る前にもう宴会始まってます。みんな飲んでます。だから新郎新婦が入場する頃にはもうだいたいみんな酔ってんだよね。ねえ、この2人のウェディングスタイルめちゃくちゃ可愛くない？もう超似合ってる。新婦のレイナはさ、いつ会っても可愛くておしゃれな子だったけどさ、やっぱりこの結婚式の日ってひときわ輝くね。めっちゃ可愛い。あ、ちなみに沖縄の結婚式はね、こんな感じで大皿料理を回転テーブルで回しながら食べるっていうのが一般的です。なんかこの宴会感がね、沖縄の結婚式いいんだよね。まあそうこうしてるうちに新郎新婦お色直しで中座するんだけど、この中座の後のね、再登場がすごいのよ。沖縄の結婚式場って必ずこうやってステージがあるのよ。で、お色直しをしたらこのステージからド派手に登場するっていうのが結構定番なんだよね。ただね、レイナたちこんな感じで踊りながら出てきたの。これめちゃくちゃ可愛くて面白かった。しかもこのドレスとこのタキシードの組み合わせめちゃくちゃ可愛くない？ちょっとオールデイズな感じっていうのかな。もうすんごい似合ってて女優さんみたい。レイナ超可愛い。テーブル回るごとに新郎がめっちゃお酒飲まされるっていうのもなんかこうお酒大好きな沖縄の文化っぽくていいよね。超可愛い。服バッチリ。あ、バッチリでしょ。レイナレイナ、これレイナのとこで買ってきたの。そう、それがテーマなの今回の。そう、一緒に写真撮っていい？はい。あ、こっちもこっち。あ、これも撮っといてもらえた。これも持っといてもらっていいです。持っとくだけでいいです。これだけ。いきますね。はい、三二一。はい、行きます。はい、もう一回行きます。三二一。はい、OK です。めっちゃ可愛かったね。可愛かった。やばかった。なんか始まったよまた。余興のバンドが始まった。始まったね。生演奏めっちゃ良かったね。すっげえ良かった。めっちゃちゃんとした余興、そんなにクオリティ高い余興そんなにないから、まあ、正直みんな勘違いしないでね。これはすごいクオリティ高い。そうそう、これが本当の沖縄の余興クオリティ。これがちょうどのやつ。ちょうどのやつ。それで余興までちょうどのやつ。でもなんかこれがまた楽しいんだよね。そう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 。もう今やっぱ結婚式でいいよね。ねえ、いやー、もうとっても新郎新婦らしい素敵で楽しい式でした。しばらくこの余韻ですごい思考が平和になりそう。本当に結婚おめでとう。末永くお幸せに。ということで、これで一つ大きなイベントが終わったんだけど、今月はね、あと大輔さんの妹さんの結婚式もあるので、親族として出席する結婚式の Vlog っていうのもまた楽しみにしててください。それでは今日はこの辺で。バイバイ。